やっぱりワルターが一番、ワルターのカルキュレーター、まあ、確かにワルターが一番操作性も良くて、まあ、1画面で切り口配置とかその辺出るのはまあ使いやすいかな。山は結構いいと思ったけどな。検索しやすいし、絵が多くて見てパパッと選べる、制作条件かそこまで進んでいけるから山製品調べるのは便利かな。なしですカタログには勝てないですね。やっぱり勝てないですウェブカタログにも言えて、やっぱりウェブカタログも使いにくいですね。動作は去年とか一昨年よりめちゃくちゃ速くなってるんですけど、右上のタブのところとかポチって押すと高高度用エンドミルのところにいきなり飛べたりとかするんですけど、そもそも読みにくいし、ウェブカタログだとなんか急にこうなんか一個フィルターがかかったような気がして。なしが正解だと思う。これなんですよ。E ライブラリー総合と新製品ハイライトと小冊子のやつとかももうここで見れるんですよ。で、あらかじめダウンロードしておけるんで、オフラインでもダウンロードしておけば見れるんですね。なるほど。で、僕の中でワルターの方が引き合いが多いっていうのと、あで最近ちょっと LINE とかで見積もりとかの色合いが来ることがちょこちょこ多くなってきまして、そうなってきたときに、じゃあちょっと商品のカタログページちょうだいって言われたときに、スクショ取ってパッと送れるんで使いやすい。ウェブカタログが集中してるだけの、もうそれを見るだけなんですけど。本棚だね。はい。モルディーノのこの感じなんですよ。これを探したいっていうために見るものじゃなくて、なんかこう向こうがこんなんどうですかとか、こんなん新しく出ましたよみたいな感じでこうリコメンドしてくれる新製品をこうフューチャーした押すと、製品のどういう交差であるとか、どんな加工に使うとかで、下行くと寸法とか製作条件とか載ってるんですけど、そういう方が自分の中でこれが欲しいっていう選択肢がなかったけど、お客さんにとって有用な情報になるかもな、今度話してみようかなみたいな感じになりやすい。もう慣れ親しんでるっていうのもあるんですけど、紙には勝てないんで、その検索の速さとか紙には勝てないっていうのを分かった上で、新製品の動画とか寸法表とか、それを iPhone とか iPad で見やすくしてもらってる方が、今あるものとの違いが明確になるんかなと思いましたね。あ、もう理想系やな。理想系ですねこのお気に入りのところもいいですね。閲覧履歴でどういう工具を検索したかっていうのを見れて、モルディーノと山はなんか似たような感じ。試作材とかから選べるとか、寸法パッと見れるとか、はい、辺がいいかも。デザイン的にもすごい分かりやすい。そうそうそう、レスポンスと、あと検索がしやすくて、うん、山和とモルディーノでいいですかね、アプリ王は。そうですね。クーリングのやつも工場見学のやつあったよ、うん、VR で。僕あれが正直今回のアプリの中で一番好きでした。あれ発見やな。でも分かる。説明してくれる？何が体験できるのか動画用に、アプリを使うと、まずVR 用の多分こういう見るゴーグルみたいなのがあった方が確実に楽しいと思います。要は VR の状態で、おそらくグーリングの本社工場ですかね、会社の中と、あと工場の中の見学ができるという、すごく画期的なアプリで。
なんだったらあの工場をあの上空からドローンか何かで撮ったようなものも VR で見れるんで、ドイツの街並みも見下ろせます。だから何なのかと言われたら確かにその通りじゃないかセコ・デュラトミック、うん、